ってきます。行ってきます。今からね、早朝の4時。行くぞ。そこ今日は風もないし絶好です。絶好ですよ。全然体力がダメでした。全然体力です。全然体力、もうちょっとで登頂です。まだですけどね。やったぞー、やったぞー、やったぞー、あーや、やったぞつらかったぞー、裏技使ったけどつらかったぞー、限界だぞ、限界だぞー、うんまっ、よっしゃ。Yes.
飛躍じゃん。イエイ。よい。すいません。よいしょ。もうちょっと。自分でも。あそこの、はい、最後にあそこでちょっとだけ撮ったいですね。ちょっと全部の写真だけ撮ってから。そうか、全部の本数取ってるんですよ。やりましょうか。あ、このカメラ、あ、一応これでも撮ってるんですけど、で、全部撮った後、あそこのちょっと並べて撮りたいんです。あそこでメガネ屋みたいな。ちょっとです。あいつだ。あとちょっとです。
4本だ。いやー、結構多いな。メインが来る、メインが来るけど、メインちょっと3秒ください。メインが来るんですけど、あとまだちょい、あと2本。メイン OK です。あと最後のメインだ。メイン来ます。メイン来てください。3秒ください。3回行きます。来た、メイン来た。はい、よっしゃ、行きます。1、2、3、 OK です。これであ、OK メイン、メイン、よっしゃ、メイン自撮り、自撮りしてるところよし、OK。全部 OK で、あそこにちょっとだけ白いないんですよね。
参ったぞ、参った参った。本当危なかったね。危なかった。本当に疲れました。本当に疲れました。降りてきた。一日がどうなるかと思いましたね。ご飯がうまい。サドルと言います。あ、コールだ、コール、サドル、はい、コール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 です。コールですよ。そうだ、せっかくだし、コールでもコールか。コールで、よっしゃー。うちの高校ではコールって言います。イエイ、コールだぞ。オープン、よっ、よっしゃ、行こう。やった、ギリギリ、ほんとギリギリ。イエイ、なんですけど、向こう側にいるともうあのペースいっぱいいっぱいなんですけど、こっちから見るとなんだあのペースなんだろうと思いますね。綺麗。はい。同じミルはこのスピードについてこれない2人です。あ、そうなんですか。我が家が見えてきてます。息は全く余裕なかったです。やったー。我が家だぞ。全く余裕なかったけど。よし。このやろ、いやー、よかったよかった。ほんとここまで朝は来ました、こんな高さまで。でもそのおかげで行けました、頂上に。お、すげえ、あの人たち。ソリ、ケツ滑りだな。あー、よかったよかった。ひー、ソリです、ソリ、ソリ、よっしゃー、ソリだぜ。すんげー楽、すんごい楽です。こういう感じですよ。
いわ。よし。みんなおけつにこれがついてる。あそこの人たちもおけつマットがあるんだな。みんなあそこの人もそうだ。この軍人さんもおけつマットあります。これすごい使える。これめっちゃ使える。これめっちゃ使える。すごいな。なんか。もう残暑し。すごいね。
話しよう。カメラ持ってっちゃおうかな。ゆっくりやるはずが全然ゆっくりじゃない。高山病になる。
なんかつけてヘルブルース登頂しました。セブンサミット大変、今までの人生で一番大変出来事でした。と言ってもですね、このエルブルースはセブンサミットの中で一番簡単な方に入るという、あとね、まあ見ての通りこのようにロープウェイなどいろいろなものが今や整備されてまして、すごくアクセスもいいセブンサミットなんですよね。にもかかわらず、人生で一番疲れました。セブンサミットやるんだったらもっと本当にしっかりトレーニングしないとダメですね。本当にちょっと最近全く階段とかも登ってなかったんですけど、もう死にそうになりました。ロシアです。後ろがエルブルース、後ろにあるのがエルブルース。今日は最高の天気。エルブルースは天気がね崩れると本当に危ない山らしいんですよね。こんなアプローチにもかかわらず 5600m 頭が痛かったです。いやーでもね、これがいつか素敵な思い出になるようにと思っております。エベレスト大丈夫かな。これだとエベレストのベースキャンプにも行ってないぐらいなんですよね。まあ行ったな。そう、ああやって荷物を運んでます。ああ参りましたね。まあ、とにかく素晴らしい2週間でした。